渡辺も武田さんとプレー経験がありますが、さあここはミドル、おお決めてきました。この渡辺選手の良さというのは武田さんどうでしょうか。比江島スリーポイントもありますが、時間を使って渡辺打ってきますが、これがどうか、あー伸びた。ここは宇都宮の思いを乗せてような第1クォーターということになりましたが、この辺りは渡辺のシュートもありました。うん、これいいスコアでしたね、はい、一番ショットクロックも厳しいタイミングでしたんで、はい、ここ出てきますんで、はい、そして、まあ、勝負強さですね。あとはあーまたコークリッピンが絡む、どちらに出ろ、竹内康介、竹内康介、いやこの辺りもベテランの頑張り、そして渡辺取ってくますか、スリーポイント決まった。竹内康介、そして渡辺、竹内、そして渡辺、まあ、チームを引っ張るベテランの存在、ショーターがつきますが、渡辺、ボードを使っています、うまさがありました、これで10ポイント。